眼前の敵将兵を叩く。みな気を抜くなよ。将校は俺についてこい。中央を突破するぞ。おい、我が治癒で葬ってくれるわ。破れようと。よし、力敵将軍を討ち取ったぞ。攻撃が完了次第、城陽城を強襲する。力
今城内の敵を押し出すぞ。たった一人我が知略の餌食になりたいらしい。私は強い。そして今玉璽だって持ってる。なら天下を取ってもおかしくねえ。なんで親父はそうしないんだよ。昨夜将兵が俺の天下を守るのだったら玉璽を掲げ武をもって乱世を制すことできた。だが我らそうか官室に仕えるのそのような道を行ってよいのか。この首もらい受ける。いざ。内部を強襲せよ。準備を急げ。よし、ここは俺の見せ場だな。城に乗り込んで敵を慌てさせてやる。その勢い誰にも止められますまい。
込んだぞ。助けてくれ。このままじゃやられちまう。門を開けろ。外に逃げるんだ。報酬は成功した。よくやったぞ。あとは常用城を落とすだけだ。援軍、進軍を開始せよ。どこまでは天将殿が歩んで救援に向かうのじゃ。としかも思うようには戦えんわ。やったな。さすが俺の親父だぜ。せあの豪華者の相手をせ。
治癒で葬ってくれるわ。なんてこった、やっぱり今日の火星は。そんな、父様が死んじゃったらそう簡単に殺してくれるな。父上、まさかこんなものに命を救われようとはな。落葉で拾った玉璽ですか。しかし勝ちに浮かれて増兵の矢を受けると俺も衰えたか。策、ね、孫文代は今ここで死んだ。これより即興はお前が束ねる。ちょ、何言ってんだ親父。明日を開くのは若き者の役目だ。思うままにかけてみよう策。